どうなのさ。年上の女の人に転がされる経験は、坂口さんありますか？なんで、そういう話じゃない。今、カズラのコーナーだからね。ずら、俺に振るなよ。坂口さん、坂口少年は昔ありましたぜ。僕ね、年上はないです。うん、ない？はい。で、石田さんは？ペットじゃない。ああ、僕はペットでもいいです。ええなんか、その方が楽でいいな。部屋も片付けてくれるかもしれない。そっか。でも、ペットだから下手したら、雑用させられるかもしれんけどね。焼きそばパン的なもの買ってくる的な。パシリとペットって同義語？なんかこう、破裂音で始まる感じがね。ペット、パシリみたいな。五感だけじゃないですか。クリス・ペプラーさんでも無理ですよ。ペット。わかんないよ。ペプラー。ペプシマンみたいな。わかりづらい。ペプシマンも関係ないだろ。いや、石田さん、ペプシマンの吹き替えとかやんないの？全部そこに持ってくのやめろよ。いいんじゃない、やりたいね。全部乗るんだ。メタリックな感じを出してね、声にもね。どうやって全部。だから、どう収集するの？おい、おい、ペプシマン。違う。違うわ。これは違うな。ありだ、ありだ。ありなんだ。